車第2コーナー付近ご注目ください。ただいまより共通女子 1500m 競走決勝が行われます。昨日の予選を勝ち抜いた15名です。選手をご紹介いたします。内側から瀬谷加穂さん、野田大一、藤村かすみさん、湖北、加瀬花さん、銚子第六、橋爪優奈さん、松戸第六、中西舞子さん、松戸第一、篠塚ゆりさん、大栄、宮内樹里香さん、銚子第六、新藤桃子さん、志津、伊藤飛鳥さん、習志野第二、伊藤美里さん、鎌ヶ谷、高橋真奈さん、銚子第六、笹野真麻さん、海人、伊藤真由子さん、川間、宇沢美奈さん、美咲、そして大沢結奈さん、船橋朝日。以上15名により共通女子 1500m 競走決勝がスタートです。さあ決勝レース、3位までは関東大会、全国大会の標準記録は4分38秒00。昨日の予選で切っている人は一人もいません。さあ記録への挑戦、そして順位への挑戦、大きな声援をお願いします。さあ先頭ブルーのユニフォームは松戸第一の中西さん、さあそのぴったり後ろ、やや長身の選手、三崎の宇沢さん、外側黒のユニフォームは静の新藤さん、さあスタート地点木端のところで 400m の通過となります。 400m は69秒。さあいいペースです。全国標準は4分38秒00。さあやや縦に長くなってまいりました。依然として集団を引っ張るのは松戸第一の中西さん、そして三崎の宇沢さん。さあ3番手は銚子第六の加瀬さん、そしてその外側腰ゼッケン13番は川間の伊藤さんです。さあ縦に長くなってきています。予選で標準記録を突破している人は一人もいません。4分38秒00が全国大会の標準記録、3位までは関東大会。さあスタート地点木端のところ2周回ってきて 800m の通過、 800m は2分26秒。さあいいペースだ。さあ少しずつ少しずつ先頭集団が絞られてくる模様です。さあ競技場の皆さんの声援で選手を後押ししていきましょう。まもなく 1000m、 100m 走のスタート地点木端が立っています。そこが 1000m となります。さあこのラップにもご注目を。3分1、2、3、4、5。さあ狙えるペース、非常にいいペースだ。さあみんなでペースを上げて一人でも多く全国大会へ行きましょう。さあ3番手に上がってきたのは腰ナンバーの2番、湖北の藤村さん。さあ先頭入れ替わりました。藤村さんが出ています。さあレースが動くか、残り 400m、 鐘が鳴りました。先頭は湖北の藤村さん、その後ろは依然として松戸第一の中西さんです。さあ先頭集団は5名か3名、上位3名は関東大会。さあ順位への挑戦、記録への挑戦、
まもなく 1200m の通過。 1200m は3分42秒。さあペースを上げればいける。4分38秒00が標準記録。さあ上がってきた小柄な選手は怪人の笹野さん。昨年度も全国大会に出場している。さあ非常に力を持っています。新人戦でも優勝しています。さあ先頭は怪人の笹野さん。さあ2番手は湖北の藤村さん。笹野さんと藤村さんの対決。4分20、4分38が標準記録。4分25。3番までが関東大会。4分30、1、2、3、4、5、6、7、8。さあ大きな拍手が上がりました。選手が続々とゴールしています。さあ最後の選手がゴールするまで皆さん大きな声援をお願いします。4分50。さあ男子共通の走り高跳び、バーの高さは全国標準の 1m85 に上がっております。3名の選手がチャレンジですが、これより2回目の試技。あのダンスでさ、まだ後で記録分かってなかったからさ、51秒、あーですと思ったよ。グッて決めたらどうです。もういって、俺が出たら8秒。光が丘中学校の小滝くん、四種競技の表彰がありますので、大至急正面スタンド下表彰控え所までお越しください。光が丘の小滝くん、表彰があります。大至急表彰控え所までお願いします。さあ優勝は怪人の笹野真麻さん、2年生。4分37秒30全国大会の標準記録突破での優勝です。おめでとうございます。さあ 1m85 を飛んだのは